ろ、レアルマドリー復帰決定きた。ラージュマハダオンダは31日、中井優大が期限付き移籍期間の満了によりレアルマドリーに復帰することを発表した。今季はリーグ戦で19試合に出場するも途中出場がメインとなった。また、チームは最下位となって4部降格が決まっている。どうすんのこれ。3部最下位チームでもスタメンじゃないんか。日本に戻って、自身のプレーを見直した方がいいと思う。レアルにこだわりないのなら試合に出れる環境に行く方が良さそう。マドリーでこのままトップ昇格するのは間違いなく無理。今季の成績を見るにどこかの欧州一部クラブが拾ってくれることもない。早く日本に戻ってこないと本格的に手遅れになる。3部の控えか。JFL でやり直さないか。3部で途中交代がメインってちょっときついな。もちろん頑張ってほしいけど、ピピ君こそレアルにこだわらなくて良いと思うけどな。レンタルが終了したってだけの話。カスティージャにはもう中井の居場所はないので、他のクラブに再レンタルか完全移籍になるだろう。現在、フットボールに一番必要なアスリート能力が低いのがな。単純に速く走るスピード、アジリティ瞬発力がね。トップチーム合流はないし、セカンドチームでも出られなかったからレンタルだったわけだし、現実的にはサイドレンタルだよね。成長したと認められればセカンドチームもあるんだろうけど、限りなく厳しそう。一旦手続き上レンタル元に復帰だが、さすがにフィジカル面などでヨーロッパいるのは難しいだろう。帰国して J3 か JFL で下積みするのが良いと思う。20歳だし今ならギリギリ間に合うはず。早く日本に帰ってこよう。そして JFL でやり直そうや。